今自分がどういう状態になってるかってことをまるっきり無視して50何年間生活してきたんですね。私はまあ一応園長として嫁として母親としてお尻に鞭打ってやってきた。もっとやれもっとやれって振り返って、あ、今私は疲れてる、あ、今私はちょっとなんかざわざわするっていうことを言ってはいけない社会。あと感情も言わない。私園長も感情を出しちゃいけないと思ってました。うーんって冷静さを装ってやってる。それ全部押し殺してんですね。自分がちゃんとどういう状態かが分かってないと他者共感、相手の共感なんかできないんですよ。まあ、ある意味その心のコップっていう先生の心がどういう状態、大体こういう子供に関わる人たちはプラスが80ぐらいないと相手に出さない。私今マイナスが20なんだとかね、そういうのが分かってる。自己共感、今どんな状態でこの辺ムカムカしてる、何これっていうのをちゃんと向き合うっていうのとっても大事で、それも今勉強で分かって、全然やってきてなかったなって、あ、自分はもうここまでで精一杯ですとかって正直に言えるようになりました。もうこれでもう無理ですとかね。で職員さん結構言ってくれる人が、もう先生私これでいっぱいいっぱい、あ、それちゃんと自分で分かってるってことなんですよ。それ見て気がつかなかった私、だから自己共感、自分が今どんな状態ってことが分かってると、今人の話を聞くべきではないとか分かってくるんですよ。今ちょっといっぱいいっぱいなのでもうちょっと時間くれますか。そうすると暴力的じゃないんですよ。なのでやっぱ自己共感できて初めて相手の対して思いやりの気持ち余裕があるなってことが気がついたので、職員さんもやっぱ自分が今どんな状態ですか、今私はできないっていうのも正直、今は先生できないんですけど、もうちょっと 2,3 日したら大丈夫ですとかっていう、やっぱ自分は分かってる、自己共感が大事、だからそれをやっぱ積み重ねていくとちょっと自分の自己肯定感も上がってくるのかなとかね。まず自分だよって、自分の状態知ってねって。